21時からね、あのカジノ対決、毎年恒例ペコラッチョとのカジノ対決ありました。今回ねマジスローをやっぱ楽しみたいと思ってマジスローをね一本でやってたんだけどさ、ペコラねほんと 3回負けてもねちょっとかわいそうだからね、うさぎ年でちょっとまあ花を持たせてやりましたよっていう話。お互いね脳汁が出るような出来事があったので、まあよかったなという感じでさ。いや目押しね、いや結構ね目押し得意だったんだわ。そう去年までは得意だった。なんで今年こんなに下手くそになっちまったのか、それは練習ですねマジで。いや動体視力、いやこれが老けか、悔しい。これが老けるということだって、動体視力ってやっぱさ年々下がっちまいますから、疲れてるだけだと思うけどね。でもね最近さ、いや男女自分自身もなんか疲れてんのかなと思って、ニンニク卵黄とか飲んだりとか、命の母ホワイトとか飲んでんだわ。最近疲れやすいのよ、疲れやすいしなんか余裕がないなと思って、一応なんか食べ物とかあと生活リズム、日付が変わるぐらいに寝るとか、そういうのはねできる限りのことしてるんだよ。で運動もなんだかんださダンスレッスンとかもあったりするし、じゃあ今度はやっぱ体のね、そう物理的なやっぱ疲れを取ってもらおうと思って、なのでちょっと肩をね今肩触ったのかと、肩をね、なんだろう、すっきりさせたりとか、あとね体バキバキだからさ、そういうのでちょっと整えていこうかなと。あサウナ行く、そうサウナさ行きたいっていう話をずっとしとるんよ。3期生でねそう話した時に、そうサウナっていいよねみたいな話してさ、整わせたいと思う。いやでも3期でさ行くってなったら、でペコラッチョ恥ずかしがりそうだなって思わん？なんかペコラちょっと恥ずかしい、裸の付き合いとかみたいな感じになりそうなイメージある。そうなんか恥ずかしがりそうだな、ちょっぴりそういう恥ずかしがりやなペコちゃん。裸の付き合いはねペコラッチョねー、な解釈一致だよね。マリンはやる気だよ、むしろもう付き合おうぜって感じ付き合おうぜって感じかもしんないけど、なんならだってさブルージャーニーのお着替えの時にはブルージャーニー衣装はさ早着替え、そう早着替えだったからさあれですけど、その前にね衣装を着替える時にさ、その団長がとんでもねえパンツを履いてた、ちょっといやこの話するか。あちなみにフレアはねもう団長裸の付き合いもすでにしてんで、白犬のさグランピングもそうだし、あと新潟旅行行った時もさもう裸の付き合いしてんで、もうフレアはもうバチ濃いだから全然団長がとんでもねえパンツ履いてたのよ。それをでも先に言っとかないと、やっぱ早着替えの時とかもさやっぱさみんなに見せるわけ、みんなって言ってもリスナーさんじゃなくて、ほらそのブルージャーニーのねとこにいたねフォロワーには見えちゃうから、自己申告しとこうと思って、ちょっとパンツやばいんですって言ってしたら、マリラミがうひょうおじさんに見せてごらんみたいなごめんちょっとこの服でさこういう話するべきじゃないかもしれないんだけど、結論から言わせてもらいますと、団長ね、ちょっとアマゾンかな、アマゾンとかで買ったスターウォーズのなんかキャラクターが顔がねドンと乗ったパンツを履いてました。これうっかりなんですよ、うっかり家から履いてきてしまった。あ、みんなそっちだと思って、どうしたのみんな、なに、みんなどんなパンツだと思ったの、やべえパンツって、ひもすけすけ、ちょっとちょっと、そんなわけないでしょね、ティーバッグかと思った、ティーバッグ履けないな、あれ食い込むやん、あれ鬱陶しすぎるティーバッグ嫌い団長、嫌いマジでティーバッグね履いたことありますけど、あれ食い込むから嫌い痛い、あれ痛い、普通にキャラパンでした。そう
ダッセーキャラパン。正直ね、ダサすぎる。マジダッサい。それを見られてしまって、マリンとラミーを萎えさせてしまいました。すいません、萎えさせてしまって。そういう感じみたいな。そういう感じ。あーみたいな感じ。いや、申し訳ないね、ほんとに。なんかさ、でもやっぱみんな可愛いんだよな、ほんと。そういうね。なんか、可愛いからついついね、おじさんね、おちょくりたくなっちゃうのよ。期待させて落としたくなってしまうということで。ティーバッグのヨーダのパンツ、なわけない。あ、でもなんか売ってたな。なんかティーバッグのヨーダのパンツ。なんか売ってた気がする。見たことある気がする。いや、だから食い込むから、それ。痛いから。団長なら弁慶の海の柄、どういうこと？まあ、キャラのね、いろいろありますと。何のキャラかは、ちょっと特定されたら気まずいんで、やめときます。ちなみに前と後ろにキャラクターの顔がドンって乗ってる感じのやつになっておりますので、ぜひ調べてみないでください。お願いしましょう。質問してみろや。強気に。パンツ何色？パンツ？今日色ない。今日トムとジェリー。好き好きじゃない？色を判断する前に柄の方が目立つタイプ。白地にトムとジェリーっていっぱい書いてある。トムとジェリーが追いかけっこしてるやつが、なんかパンツ中にめっちゃびっしり散らばってて、全土にわたって存在してるタイプのいいやつ。特定しました？特定やばすぎるでしょ。どうしよう、当たっちゃったらどうしよう。可愛いパンツ好きだからね。検索したら出てきた。嘘、やだ、ちょっと何でも調べてみよう。トムとジェリーパンツレディース。やだやめてー、ほんとに。注文しないで、なんでお揃いしようとするの？やめてー、根っこのパンツお揃いでいいじゃん。ガチで出てきて困るって。やだ、ねねも困った、ちょっとやだ。あー、ねね恥ずかしくなると耳真っ赤になっちゃうの。あっちは。おっさんよ。おっさん用もあるんじゃない？調べていくかね、ねが。あ、メンズにするか。え、あるじゃん。同じか。やだ、やめてー。LINE 越えだよ。こういう時にみんな LINE 越えってコメントしないで。いつ LINE 越えてコメントするの他に。タイミング下手くそだな、みんなコメントするの。今だよ、今。ちょっと一応だけど、ツイッターに書いてる人がいないか、ちょっとチェックする。タグ見てほしいって。な、あ、メンズの方にしろよ。ねえ、やめて。恥ずかしい。おい、みんなツイッターでパンツの画像貼って、サムサス。恥ずかしくないんか。やめろよ。世界にさらされちゃうわ。売り切れたって。売り切れんな。LL 完売、LL が完売するのやだな。みんな、あん、気持ち悪いよ。やめて。もう、ねのサイズ明かすのやめとかい、じゃあ。履くの？みんな。それとも、なんかに着せるの？